未来一。皆様が何かを食べてらっしゃるのよ。これ以上僕らを誘惑するのやめてくれよ。やばいでしょ。いいね、あ、私大好き、私大好き。うん。お茶を飲める。そう飲める。え、これめっちゃいいな。え、これいいな。ちょっとね、陶器なんだよね。ああ、それは不安だね。それ私は特に不安ですね。家で飲むときにちょっとちっちゃいの使ってて、うん、やっちゃいだよね。いや、これだったら茶葉遊べるし、すごいいい。台湾ピンマッチ。でもね、このこういうマンゴーかき氷とかが。あ、本当だ。でもちょっとネッシー欲しい。ネッシー。これ？そう。それ。ネッシー？ニュー。あ、ニュー。これじゃん。ニューネッシーだった。あ、ニューネッシー。ネッシーだ。可愛いな。やばい。いいね、これ。これめちゃくちゃ可愛い。ね。ネッシー。190ドルということは。あ、さっきの？あ、さっきの？キクラゲミルクよりも高い。そう。ブルーベリースムージーよりもちょっと高い。ちょっと。でも可愛いね。何に使おう。でも、ね、帽子とか帽子とかスティーバーカバンとかね、うん、かわいいね。これ何、なんか飴だね。確か月見、うん、え、月見じゃん。月見じゃん。こんな月見じゃん。月見飴似合わへんって話したけど、かけてみてよ。はい、まあそうなったらかけてみるしかないですね。顔に圧があるから、圧のあるメガネをつけるとなんかガチャガチャするんだよね。どれ似合いそうと思う。普通に丸めで、でもフレームあんまり大きくない方がいい、ね、方がいい、うん、こういうの、変えたで。ああ、ちょっと違った。そうでしょ。ごめん。この感じがずっと続く。あのね、ごめん。なんだろうね。目の位置が下だから、ちょっとお豆腐屋さんに見える。うん、なんか似合わない。似合わない、ね。なんかエッセイ書いてそう。そう。やっぱ結局似合うのはこういうやつよね。やっぱね。結局ね。でしょ。あちこちとあちこちいいともでした。来週も来てくれるかな。いいとも。古いんだよな。古いんだよ。すごくね、このタモリ感。タモリ感やばい感じの出せるの。うまいね。タモリだ。みさこさんはね、メガネ確か似合うって言ってたよ。みさこさんは似合うよ。こういうなんか激烈マダムみたいな。こんな勘違いマダムですよ。いやでも別に似合ってる。似合ってる。腹立たしい。あのミキの CM に出てそう。似合ってる似合ってるっていう。いました。いました。なんでババア。なんで駄菓子屋のババア始めたの。急に。ちょっといいですか。
いいっすかちょっとだけいいっすかだって LINE ジェラートジェラートですこちらいやもう入らへんさすがチキンのお茶のアイスめっちゃ人気ないほんまや一番人気が一番人気どれチョコレート紅茶か紅茶そら美味しいよねちょっとね、今行ったらお腹が美味しそうだねやばいやばいやばいパンでハム挟むみたいなパンにハム挟むみたいだわ、かわいいねチーズだねこれ。先にチーズみたいな。なんかたっちゃんがなんだっけ、乾物。ああ乾物屋さんでチーズって言って探してチーズ食べた結果、私チーズあんまり好きじゃないかもしれないっていう謎の発言を残して。あれめちゃくちゃ面白かった。そう。はって。ハチミツだ。すごい。たまに包みっていうのが何か分かんなかった。諦めたんだけどライチじゃなくないあ、でもライチでもいいあライチなんだライチハニーマジか美味しそうかわいいこれボコボコしてんのかわいい触った感じは普通触った感じ普通これはね、なんか日本のやつだね探そうあ最強ロマン探せばあるねいやもう本当伊達さんだよね素晴らしいいや本当だよこれ今22度なんだってあ、そうなんだうん涼しいねうん気づかないまま終わるこれは一応正面なんだねきっと花山こちらが花山やっぱここもなんかおしゃれエリアだよやっぱりおしゃれエリアでした、ね、これはね日本人好きやなここもカフェでしょあらあ本当な気づかなかったねあやっぱりそうなんだね翻訳できてないかも翻訳でできてない私夢を見てカメラ2台で私落としてるなんで出演者落としてるし俺やんけちゃんと映れよめっちゃええと思うどんどんやり皆さんこのままでいいと思ってるんですか美味しいものは美味しいんですつばみがやめられないということですか自炊にはしました